5番です。早速参りましょう。We are soon make a brief stop at Nagatoro. 秩父鉄道の英語放送は面白い。なんだな喋り方なんだろう。ボリュームちょっと上げてください、すいません。 We are soon make a brief stop at Nagatoro. Nagatoro じゃん、 Nagatoro. これがもっとすごい。 We are soon make a brief stop at Omaeda. 電車に乗っているのは Omaeda. 私は秩父鉄道の Omaeda 駅が大好きです。以前お前田駅で探検にしに行ったことがあります。もう一回言います。お前田駅、皆さん全員でコールしましょう。 We are soon make a brief stop at お前田。電車に乗っているのは、その通り。もう一回、電車に乗っているのは、本当に言うとは思わなかった。いやーすごい。 PA さん一回前、はい、ハウリングを起こすんで前に持っていきますね、皆さん。はい、ボーカルボリューム上げてください、お願いいたします。ここに進行表があります。 PA さん5番でお願いします。5番です。早速参りましょう。どうぞ。リバーサーさんの貨物列車の発車です。どうも閉まります、ご注意ください。貨物列車です。2番線列車が通過します、ご注意ください。1番線は府中本町行き発車いたします、ドアが閉まります。1番線ドアが閉まります。この放送のモノマネね、立川新司はどこでやるか知っていますか？ホームで練習するんだよ。最高だぜ。本職の背後で練習するんだよ。本職は気がつかない。なぜかと言ったら、クオリティが高いからだよ。クオリティが高いなと思う人、拍手いかがでしょう。ピエさん、もう一回メロディー、今のメロディーお願いいたします。早速参りましょう。1番線から各駅停車府中本町行きが発車します。府中本町行きが発車した2番線は貨物列車の通過です。貨物列車の通過です。はい、どうも終了。貨物列車通過します。電車の警笛が貨物音が違います。見てたら拍手。貨物列車通過します。電気機関車は最初車輪が6個あります。ダダンダダンダダン、いや手手こっち、6個6個、お母さんお母さんお母さん、こっち見ないでこっち見て、こっちこっち、いいですか。似てると思う人拍手いかがですか。ちょっとリバーブいきましょう。遠くに去りました。いらっしゃい。さあ時間がなくなってきました。次はですね、 NAC5 交通情報のものまでいきます。得意なんです。先日 NAC5 の番組出れませんでした。体調不良で大野清太郎さんが残念がっていました。直接メールをいただいております。キンキンナック5、1時間しっかり清太郎さんと出ますんでよろしくお願いいたします。それではナック5の交通情報センターの名前の人知っていますか？郡山さん。日本道路交通情報センターは郡山さんのモノマネをします。やってもいいという皆さん拍手いかがでしょう。それでは皆さん、交通情報11番どうぞ。ちょっと下げてください。21号。さあ、ここで日本道路交通情報センターの交通情報です。日本道路交通情報センター、郡山さん、お願いします。交通情報いかがでしょうか。どうかちょっと上げてください。はい、お伝えいたします。まずは首都高速道路の状況です。都心環状線を先頭にした上りの渋滞は、3号線は渋谷付近まで、4号線は赤坂トンネル、5号線は五国寺、6号線は駒形、7号線は錦糸町、9号線は渋滞が短くなって福住付近まで渋滞しています。東北道方面に向かいます中央環状線の内回りは堀切を先頭に船堀橋付近まで、外回りは小菅を先頭に扇大橋付近まで、小菅で合流する三郷線は八潮南付近まで渋滞しています。なお
湾岸線の東行き、西行きは東京港トンネルの先頭に2キロ渋滞しています。その他高速道路では関越自動車道東松山付近故障車の影響で下りが13キロ渋滞しています。練馬の出口最終2キロの渋滞で、この時間東北道常磐道東関東自動車道などは全て順調に流れています。乾いていきますよ。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの郡山がお伝えいたしました。ありがとうございました。日本道路交通情報センター郡山さんでした。次の交通情報は12時56分頃お伝えします。交通情報 NAC5TRAFFIC 似てると思う人拍手いかがでしょうか。やりましたね。飛行機のモノマネもできます。ワンポイントでやります。飛行機のモノマネ。私は以前日本航空のオーディオチャンネルに出演したことがあります。飛行機に乗った人が永遠4チャンネルで飛行機に乗った気分ではなく立川慎二の電車モノマネを聞いていました。ちょっと BGM 落としてください。すいません。こんな感じです。さあ拍手どうですか。さりげなくやってるようですけどね、信じられないくらいの肺活量使ってんだよ。 BGM もうちょっと上げてください。これがプロペラ機になったらどうなるか。あ、その前に皆さんにお知らせがあります。スマートフォンで、まだいません。今タンバリン芸人のゴンゾー君と海外進出を今考えています。鉄道と飛行機のモノマネは世界共通ユニバーサルサウンド。ボーカル少し上げてください。頑張ってお願いいたします。プロペラ機の音似てたら拍手。でしょう。さあピエさん急ぎます。12番銀河鉄道39これで終了したいと思います。ラスト12番でお願いいたします。99番線から39号アンドロメダ星雲行き SL パレオエクスプレス三峰口行きが発車します。今日ちょっと忘れたんですけど車の中2回目はですね SL パレオエクスプレスのヘッドマークを私ここにいたします。立川新次号です。2021年4月3日熊谷から三峰口往復なんと SL パレオエクスプレス立川新次号がヘッドマークをつけて走りました。皆さん拍手。2回目は停止します。この SL のモノマネでお別れします。秩父鉄道いいね。私は、はい、ちょうど10日ぐらい前あるところにいました。夜はつらかったね。夜がシーンとしてるところでした。はい、なんとかコールを押すボタンがいっぱいありましたね。そういうところに入っていました。でもね、今は元気になりました。今完治の途中であります。昔ありましたね、完治って言ってねつまんないこと言いましたね、ごめんねチンと言ってましたね。本当にね、全部アドリブなんです。それでは SL のモノマネでお別れします。この後ね、2回目のステージも始まります。柴崎さん、2回目は何時からでしたっけ。ごめんなさい、立川新人、もう1回確認させていただきます。2回目のステージは何時からでしょうか。14時からですね。2回目14時からです。じゃあボグリン戻してください。お待ちさまでした。三峰口行きましていたします。次は秩父お花畑終点三峰口の順に止まります。完治完治立川新司完治目指しております。よかったね、あのドラマね、好きだったな、ね、いいドラマだったね。あれ見て東京に憧れました、ね、丸の内線が映ってましたね、瞬間的にドラマのシーンで。もう一回行くよ、振り返ってただのバカですね。はい、いきますよ。ちょっとリバーブいきましょう。皆さん手拍子で、今万感の思いを込めて汽笛が鳴る。
今万感の思いを込めて秩父鉄道こちらの方のステージ大変盛り上がりました。この後は午後2時から立川新治のステージのパート2